コールマン製、ホワイトガソリン、キャンプフューエルとも呼ばれる。ホワイトガソリンとは、石油製品の一つである。今日では、キャンプ用品として用いられる、ポータブルストーブやランタンの燃料として用いられる、ナフサからなる、石油製品を表す、一般名詞として用いられることが多い。日本では、白ガスという通称が用いられることもあり、自動車用のガソリンは、 赤系の色に着色されていることから赤ガスという通称で区別される。ホワイトガソリンはガソリンの中でもほぼ純粋な石油成分のみで構成されており、オクタン価が低く、例えばコールマン製、ホワイトガソリンで50から55前後であるため、ガソリンエンジンの燃料として用いるには不適であるが、オクタン価工場材などの添加剤が混入されていないため、 すすの発生が少なく、登山用ポータブルストーブやランタンの燃料として、今日でも最も適している。全一文は、加圧してマントル内で燃焼する形式に代表されるガソリン使用が指定された燃焼群に限ったことである。免震やガラス繊維芯を用いたケロシン使用を目的とした燃焼機器には、決して使用してはならない。知識が十分でない場合、 あるいは本校技術が完全に理解できない場合、製品の説明が読めない場合は、燃焼式器具は使用してはならない。販売された状態の容器から移し替えた場合は、自らが移し替えた燃料以外は決して使用してはならない。匂いでわかるというのも誤った考えであり、因果事故はキャップを開けた瞬間に発生する。エネオス系列のガソリンスタンドでは、 18リットル缶単位で小売りされている場合もあるが、一般のガソリンスタンドで小売り販売されていることは少なく、ほとんどは200リットルドラム缶単位などでしか購入できない。ガソリンスタンドで小売りされる。ホワイトガソリンは燃料としてではなく部品洗浄油として販売されている。ほとんどの場合、ホームセンターや登山用品店などで4リットルまたは1リットル缶単位で販売される。 アメリカ合衆国では、コールマンが販売するホワイトガソリンの商標であるコールマンフュエルという名称の方が一般に知られていたが、言うまりガソリンが存在した時代には、レギュラーガソリンには赤色の色素が混入され、言うまりハイオクガソリンには紫色の色素が添加されており、これと区別するため無着色のコールマンフュエルが自然にホワイトガスと呼ばれるようになった経緯が存在する。 なお、コールマンが製造販売するホワイトガソリンには青色の色素が混入されており、その他のメーカーが製造販売する無着色のホワイトガソリンと区別して、コールマン製ホワイトガソリンには青ガスという通称が用いられることもある。ありがとうございます。